番杉野第一センターカーブで抑えています。7番の滝本康之、1番の斉藤翔太は中段キープ3番手、2番の松田直也下げ切って後方6番手です。前後入れ替わって2対3対2、赤番杉に抑えた7番の滝本、後ろの様子を伺いながらの主導権でジャンの4コーナーから直線です。マークは3番の長澤和道、最終周回へと向かっていきます。1番の斉藤翔太は中段の3番手、そしてホーム5番手からまくり上げて2番の松田直也、松田が前段まで引き切るかどうか、2コーナーからバックへと向かっていきます。先行7番の滝本康之、マークは3番の長澤和道、2番の松田のまくり、現在は2番手アウトコース、ちょっと足が止まっているか。3コーナーから2センターカーブ、先行は7番の滝本、マークは3番の長澤、4コーナーから直線、大外からは5番の川添信也直線コース、先頭は7番の滝本、滝本がどうやら逃げ切りました。2連勝、はい、ここまで一本。お疲れさん、あっつい、じゃあ置いとくよ。はい、お疲れ様でした。やめた、すごいわ。今日はもう風強いの分かったんで、ホームはとりあえず後ろ向き残し、そこからすごいよ、ホームで2連勝できました。そうですね、足の感じも悪くないんで、はい、しっかり先行して、はい、よかったです。まあ、連日後ろを、ね、刺されて、まあ、初日は危なかったですけど、はい、まあ、今日はしっかり、まあ、バックちょっと追い風っていうのもあったんですけど、はい、まあ、しっかり踏み直せたんで、はい、よかったです。この調子だと完全 V も狙いたいですね、はい、初優勝完全 V で狙いたいです、ね、まだ、はい、デビュー戦の松山のピン2位以来なので、はい、頑張ります。これで完全復活みたいな形にしたいですね。になりたいですね。期待してます。この松坂でありがとうございます。そうです、うん、味方としてならいいですけど、ね、まあ、そう、もう最高ですよね。敵として戦うんだったら辛いですよ。まあ、頑張ります。そうですね。